ホリプロオンラインチケットをご覧の皆様、こんにちは。新納慎也です。やってまいりました、ラカージオホール。今年で僕この作品に参加して19年になります。年がバレるって言っても、まだまだ上の方がいっぱいいらっしゃるカンパニーなので全然若手なんですが、僕で19年、これでも若手です。30何年っていう方がたくさんいらっしゃるんですけど、長年愛されてきたこの作品ですが、当時僕20歳そこそこだったんですが、もういろんなところで語ってますが、前日の本番前日の夜に急遽このシャンタルという役を、代役でやっていただけないかと、ちょっとシャンタルをやってた方が入院されてやっていただけないかということで、前日の夜に突然言われて立ったのが1999年です。あれから19年、変わらずこの役をやり続けてます。そうですね、だからまあライフワークといえばライフワークですし、毎回こう新しい挑戦ですし、年齢との挑戦、自分との挑戦とかもいろいろありますが、それはでも僕がそんなこと言ったらもうね、たくさんそういう方がいらっしゃるんですが、まだまだ僕もそんな、なんか年齢とか言ってられない年なんですが、こういう方々に比べると、とにかくですね、ライバルは前回の自分で、前回のライバルもその前の自分ということで、結局20歳そこそこの自分がライバルということになるんですが、当時20何歳だった僕は、僕のサイズに合わせて衣装を作ってもらったんですが、そこから衣装サイズを変えてません。今年もその衣装が入るのか、交互期待。その衣装がちゃんと入ってるかどうかをぜひ見に来てください。ラカージオホール、僕がやっているシャンタルという役ですが、正直言って当時はアンサンブルと言われる枠に入ってた役です。なぜそれを今も新納慎也がやり続けるのか、これ結構いろんな演劇界でいろいろ言われるんですが、ぜひ皆さん劇場で生で見に来ていただければ分かると思います。あ、この作品だったら新納は出続けるだろうなと、きっと分かってもらえると思います。僕が愛してやまないラカージオホール、おそらく僕ミュージカルをやってきた中で1に争う大好きな作品です。皆様もきっと1に争う大好きな作品になると思います。すでにご覧になっている方も、まだご覧になっていない方も、ぜひこの世界にハマっていただきたいと思います。劇場でお待ちしております。